AI は本当に世の中変えるんで、うん、ホワイトカラーの労働力がタダになると。AI で何が起こるべきかって言ったら、サプライチェーンの分断じゃないかと思っていて、ある程度資源さえあればサプライチェーンを維持するっていうことの意味っていうのは実はなくって、第三次産業革命来てる中でもう一回ね、はい、社会主義の流れ来ると思う。来ますよね。常にやっぱり消費をこう促進していくっていう社会のあり方自体が、それに対する違和感がやっぱりヨーロッパってまだ残ってるんです。例えば人口がこう増えていくとするじゃないですか、絶滅するかもう一回戻ってくる、出生が自動的にコントロールされるってことで、そうなるんだったら別に問題はないんじゃないですか。でネットによる民主主義って一時期すごい盛り上がったじゃないですか。それが、まあ、本当にしぼんだ瞬間っていうのをポピュリズム以外にはなりようがないなっていう、そういう絶望ですよね。ポピュリズムではないと思います。やっぱり僕らの会話だとやっぱり社会運動とかで盛り上がって自分たちの代表を送り込めるみたいな感じで逆に盛り上がりました。要するに民主主義って国民のものじゃなくて、お疲れ様です。今の日本の教育産業全体って大学受験ベースなんですよね、うん、しかもそうやってるのはそういうワンパターンな詰め込み教育ばっかりやってて、で多分今の教育制度っていうのは頭が悪いばっかりについうっかり勉強をしてしまった子が偏差値の高い大学に行くっていう構造になってるんですよ、うん、全体的な大学入る段階でのこう高校生のレベルっていう意味ではアメリカと比較したら圧倒的に日本の方が高いのも事実なので、学力が高いですよね、うん、バークレーでも例えばスタンフォードとかでも、はい、教育ものすごい重視しろと言われます、はい、少なくとも表向きは、まあ、裏と表っていうのはあるかもしれないけど、俺表向きは切れ事言っても大事だと思ってて、はい、表向きは研究になってるけど裏では僕らはすごいやってるのよ、だったらちゃんと俺は教育は大事だって言った方がいい。何か研究したい子って全員大学に受からないですよ今の日本と。大学の大半の人にはもっと実用的な学問を教えて、で本当に研究やりたい人にだけなんかスペシャルなコースを用意するみたいなのが全大学やろうとしてることなんですよ。楽しみにしてます。なんか素晴らしい感じが、はい、うん、もちろん新しい本屋からきっとトライアンドエラーでいっぱいあるでしょうけど、うん、やっぱりそういうのを入れていかないとね、ものは良くなっていかないですよね、うんうん、でそれが杉の翼ってやつで、杉の翼レベル高かったんですよね、うん、で杉の翼自身も僕実は講演してるんですけども、うん、杉の翼は理数系だけなんで、うん、でそれを人文系にも広げたのがうちの研究部なんですよ、うん、ぜひ一度講演をしていただけると、人文系お願いします。どうですか、マルクス主義者が増えちゃうかもしれないですけど、 N 校に全然大丈夫です。それは学問の自由だからそれは大丈夫です。全然大丈夫だし、そもそもあれですよ、うち政治部っていうのもやってて、あ、そうだ、で去年までミーラ・ルイさんが講師だったんですけど、はい、今年の講師は2人にしたんですけど、うん、1人はヤフーの会長の川辺さんで、でもう1人は大門美希氏っていう、うん、共産党の前の参議院です。大門さんね。経済の。大門さんですよ。生徒に何政治家に対して質問をするための教育するんだとしたら、うんうんうん、大門三木氏が明らかに全国会議員の中でベスト。へでそれはもう共産党が関係ないんですよ。論理的なね。そう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 。そう大門三木氏。僕やっぱりね、ニコ生やっててある種その政治的なものに関わって。まあ、そのネット選挙とかそのネットによる民主主義って一時期すごい盛り上がったじゃないですか、うん、津田さん大輔さんだとかいろんな、そうそう、東さんもそうです、ね、東さんもそうですよね、うん、でそれがまあ、本当にしぼんだ瞬間っていうのってがあって、それはやっぱり数期間が落ちて山本太郎が当選したら選挙ですよ。あれでもう一戦やってたネットのねジャーナリストとか全員本当にショックを受けて立ち直れない状態になったんですよね。なんでですか。
いややっぱりそれショックでしょ。だって僕たちが目指したものっていうのが数機関を落として山本太郎を当選させるのだった。その時僕山本太郎のビラめっちゃ配ってて、何時に選挙にするんですか。まあそうですよ。だからここはおもろいな、これ見てみたいなっていうのが俺の、ね、ここ超見てみたかったんだよ。ふざけんなと思いながらも山本太郎にやってたんですよね。じゃそれに関してじゃな何がネットがこうダメだったか聞いてちょっと斉藤さんの意見聞きたいですけど。いやでもそうポピュリズムですよね。ポピュリズムか。ポピュリズムね。だから立花隆、山本太郎、立花隆はやっぱり一本の線ですよ。うん、あのまあ別に山本太郎は立花さんもひどくはないけど、うん、ただやっぱりあのネットより民主化っていうのはもうポピュリズム以外にはなりようがないなっていう絶望。そういう絶望ですよね。そこでビラ配ってた斉藤さんは。でもやっぱあの時は原発事故の後で。そのポピュリズムではないと思います。やっぱりその単に扇動したわけじゃなくて、うん、やっぱりその社会の中にあった不安とか不信感っていうのを代表してくれる、うん、僕今はあんまり太郎さんと付き合いないんですけど、うん、あの時はそういう思いが結実したっていうのはあります。全然捉え方違いますね、その2人で、うん、なんでこの捉え方の相違が生まれるんだろうっていうのが興味ある。でもそれやっぱ見てる視点がやっぱ違う、まあ 世代も違うし、ね、どういう視点で見てるんですか。じゃあ斉藤さんからどういう視点で見るとそうなんですか。で僕はやっぱりそういう、僕はマルクス研究者として原発の被害を受けた人とか、まあ、格差とかそういう視点から資本主義の矛盾とかそういうことを考えた時に、やっぱりその代表してくれる人たちがいない中でああいう批判をしっかりしてくれる人がやっぱり国会に一人は必要だろうなって思いからやりましたね、うん、どういう視点から見たんですか。いや僕ね、あのぶっちゃけ興味なかったんで、うん、あのそういう意味で周りの人がみんなショックを受けたっていうのがショックだった。あそうか一つネタみたいな、ね、今は鈴鹿さんと近いけどね、当時は別にそんなに。あ、まあ、そうです。いや、まあ、その時も してたし、鈴鹿さんがまともな政治家だとはその時も思ってたんだけど、うん、で山本太郎かっていうのに思いましたけど、あの僕は びっくりしたのはむしろあの周り そのネットの言論人の人たちの落ち込みぶり、うんうん、であれで本当にしぼんだんですよ。みんなやる気をなくしちゃって、うん、やる気なくしちゃったんですか。なくしちゃった、まあ、ニコ生は、ね、別に何も考えずにやってたわけなんで入れ食いってこともなかったから、まあ、ニコ生は 箱としてってたんですもんね。あ、そうです。僕らの会話だとやっぱりこれでやっぱりそういう社会運動とかで盛り上がって自分たちの代表を送り込めるみたいな感じで逆に盛り上がりました、ね。全然見方違うんだな、うん、面白いね。まあそれはそうですよね、うんうん、でもだからさっきも言ったかもしれないですけど、これを自信持った方がいいと思うんですけどね。そのどっち、何がこういうのにつけ込むんですよ。あのいわゆる権威主義とかで対立煽って、アメリカちょっと今やられてるんですけど、うんうん、お互い敵認定して、うん、こういう事件の違う人たちが共存できてっていうことに自信をなくしてますね、うん、アメリカは、うん、そうすると非常にやっぱりもうつけ込まれるんです、うん、本当の権威主義みたいなやつとかね、うん、でだからこれが健全だと僕は。これっていうのはあの全然違う意見があって、あと斉藤さんとか川上さんみたいな方がそれでも同席して、うん、違うからってどっちかが折れて その、うん、そうですねっていうこともなく、うん、違いますねっていうことでやっていくっていうのは最終的な、僕は民主主義信じるので の強さだと思うんですけど、まあでも俺もそういう会話した方がいいと思いますよ、うんうん、それは、うん、だからなんか全然違って別にいいんじゃないですかね。俺もすごい興味深かったですね、真逆に山本太郎さんの、うん、まあ、あそうですね、ポジティブな意味で言ったんですね今ね。まあ僕思うのは、まあ基本的にはあまり政治には興味がないので、うん、あれなんだけど、まあ、政治には、まあ、近い位置に結構いたので、うん、でそれでいろいろ思ったっていうのが、結局山本太郎さんがうまかったマーケティングだと思うんですよね、うん、僕マーケターなん で、うん、で要するに選挙民に対するマーケティングをやったんですよ、うん、でもそれと日本の国家のために何が大事か考えるのって全然違う話ですよね、うん、でそれで民主党政権何が起こったのかっていうと、国家のことを考えた人はみんな選挙落ちた、うん、そんなことない、やっぱり国家のこと考えてないからあいつら落ちたんだと思いましたよ僕は、うんうん、だからそういうふうになっちゃうわけじゃないですか。でも例えば震災の時とかにね、民主党、ほとんど民主党議員っていうのは機能しなかったんですよ、うん、右往左往して、うんうん、でその中で一番戦力になってたのは多分戦国さんだったんだけど、うん、彼は落ちました、落ちましたね、落ちました、うん、みんなそうですよ。その時に一生懸命やってた人っていうのは選挙区回ってない人たちなんで、そういう意味ではそうかもしれない。そうなんですよ。とだからね、俺ね、一般人がいかんと思う。盆踊りに来ねえから、
あの政治家は俺たちのことちゃんと、うん、だから民主主義はそういうもんなんですよ、うん、まあしょうがない確かにね。だって連呼って悲しい話だな。でもな、政策でなくて名前を連呼した人が勝つんだから、うん、でもそれに代わるよりベターな制度ってあんま思い浮かばないんですけどね。何がベターなのか、まあチャーチルじゃないですけど、あの民主主義っていうのも最低の制度だけど、今まで人間が考えた政治制度の中ではまあ一番マシである。僕は民主主義でやっぱり機能してるなと思っていて、うん、あの資本主義と民主主義っていうのはすごく相性がいいと思ってるんですよね、うんうん、でなんで相性がいいのかっていうと、多分今も同じ問題になってるんだけど、もともと共産主義が出てきたのっていうのは、産業革命による機械が生み出した富をどう分配するかっていう問題だと思うんですよね。その時の社会が出した答えの一つが共産主義で、で資本主義だとそれはできないってはずだったんだけど、いや結果的には資本主義で富の再分配はなんとかできちゃった。で今はできちゃった。でそれで今 AI が生み出す富をどう分配するかっていうのをもう一回同じ問題が、そうだから第三次産業革命来てる中でもう一回ね、はい、社会主義の流れ来ると思います。来ますよね、うん、確実に。まあ少なくとも再分配をどうしようという議論には必ずなる。だって AI がもし富を生み出すとしたら、それって別に誰のものでもないわけだから、うん、でも AI 作ったやつがいるからね、多分そいつが全部ほっとけば、でもそのデータだって元から我々から来てるわけ、うん、だけど多分ほっとくとその人が全員持っていくから、そうそう、だけどそれは分配っていうことは考える人がありますよね。やっていくっていう可能性は結構正当性の次元では開かれる、うん、だって Google 全部、俺セルゲイとかよく話してたりしてたんですけど、うん、セルゲイブリンとか、はいはい、まああいつらが全部持っていくことになりますよね、なんかやらないと。だけどやったらいいと思うんですよ。だからやるべきですよね。やる正当性あって。全く、でも今で資本主義でいわゆる昔の極端な新自由主義がいいって言ってる人って多分ほとんどいないと思うんですよ。で左の人って勝手に右側の人って新自由主義がいいって言ってて、言ってないことをなんかでっちゃげて。そんなことないですよ。そう。資本主義で人ぐらい言うけど、本当に悪いやつだって金融屋だったと思うんですよね。ブログみたいに実業やってる資本家っていうのは多分本当は例えば社会主義、共産主義とか敵の資本家ではないはずで、うん、本当的っていうのは金融資本主義の人ですね。金融資本の方なんですよ、うん、でやってやってること本当にひどいんで、でも海外自身っていうのがこのままでは続かないってみんな思ってますよね。だからやっぱり続かないのは続かないんですよ、うんうん、でその中ではどういうふうに分配していくのかっていうので、うん、むしろ今までなんで分配できたのかっていうと、僕は民主主義のせいだと思っていて、おかげってことです。民主主義のおかげ。民主主義のおかげ。民主主義のおかげなんですよ。だから日本の場合、なんでそれが実現、世界の中でも。わ、もう指折りの実現度ですよ。ですよね。実現って僕はやっぱり土地だと思っていて、で土地は割と日本人結構みんな持ってた。でそれで民主主義のせいで土地の強制買い上げができなくって。でそのことによって土地の値段が日本でめちゃめちゃ上がりましたね。一時期アメリカの全部の土地の値段の2倍ぐらいの風になって、まあ、ジョークですけど、銀座売ったらアメリカ全土買えるよねみたいなバブルの状態になってたじゃないですか、うん、でなんでそういうことが起こってるのかっていうと、要するに民主主義って本当民主主義じゃなくって、うん、民主主義ってのは国民のものじゃなくって、民主主義を乗っ取った人たちのものなんですよ、うん、だから民主主義を乗っ取ってるのっていうのは、アメリカだったらすごい金融資本主義とか民主主義を乗っ取ってるし、民主主義を乗っ取るとね、値段の釣り合いができるんですよ、うん、でそのことによって実は資本主義自体 の富の総枠が増える。富って買うものがないといけないん で買うものを作るための一番いい方法っていうのは値段を釣り上げることですよ、うんうん、でそれを民主主義を乗っ取った人たちがやってくれたっていうので多分今まで回ってたんですよ、うんうん、まあ、金融主義、ユダヤ、例えば、まあ、ユダヤって陰謀論じゃないから嫌だけど、でも確かに 俺の場合ほとんどユダヤ人、びっくりするぐらいユダヤ人、世界人口の比率に比べたら、でも彼らは優秀だからそうなんでしょうけど、そこの金融資本主義、金融、本当の金融じゃなかったんですよね、きっと日本はたまたまっていうか、うん、 そうですね、それがラッキーだったんですよね。いわゆる、まあ、イギリスもアメリカもロスチャイルド、あそこら辺じゃなかったですもんね日本は。いやだって日本って
労働分配率も高いし、あのとかなんか時々変な人いるじゃないですか、なんたらアトキンソンなんかね、なんかアトキンソンさんね、うん、なんかね、あの日本はなんかあの収益率が低いみたいなこと言ってるんだけど、あれは労働分配率が高いからで、あれって社会全体で見たら絶対いいはずで、あの富の蓄積がされてないわけだから、より平等な社会になってるわけでしょ。でそれがなんとなく日本の場合っていうのは、それが当たり前の価値観っていうのを産業界全体持ってたわけですよね、そこでやりすぎないっていう、うん、でも今はでもだいぶ非正規も増えて変わってきたんじゃないですか。いやだから、ね、でも僕はアメリカ住んでるから、いやアメリカと比較しないでしょ。いやいや、だけど普通にドイツとかフランスと比較すべきですよ、アメリカみたいな国。まあ、僕はあんまり世界を知ってるわけじゃないけど、日本はアメリカに住んでる身としてははるかによくやってると思いますけどね。物価安いし、世界の中でめちゃめちゃやってますよ、うん、だってこんなにインフレ起こってないんだから、あのそれ失われた30年ってこれ全然嘘っぱちだと思っていて、むしろ日本はめちゃめちゃよくやってますよね、うん、みんな日本みたいにやればいいのに。斉藤さんの見解はどうですか。いや、まあ、一面では同意すると思いますね、はい、私は別に GDP だけが、うん、社会のやっぱり繁栄度を示すものではないと思うから、別にこの間 GDP がそこまで成長してなくても、やっぱり日本のさっき言った教育とか治安とか、まあ、職とかね、平等性とか、やっぱり評価すべき点はあると思うんだけれど、まあ、ただ他方でやっぱりその間にもやっぱり GDP 成長させなきゃいけないっていう中でやってきた、いわゆる構造改革とかそういうものが、やっぱり日本でも格差を今広げていて、多くの人が非常に苦しい思いをしているっていうのは他方で事実だなと思うので、まあ、でも まだマシですよ。いや、そうですね、だからそれアメリカを思う人が格差マシですけど、まあ、僕はあっちにもう20何年もう23年ぐらい住んでるからですけど、その時のやっぱり比較対象は常にアメリカなんで、例えばヨーロッパとか、いや、ヨーロッパだってそんなに良くないですよ。ヨーロッパは全然良くないですよ。そういうことで私はちょっと違う。だってあれはでも階級社会だし、またその別の問題が、うん、問題っていうか、ああなりたいかって言われたら別になりたくないですけど。どうですか、それヨーロッパとか。いや、私は別にやっぱりヨーロッパは日本よりいいなって思いますけどね。どういう意味ですか。でまあ一つ目は僕が今大学で教えていて、国立大学って今でも本当に年間70万円とか、うん、そういう世界で、逆に僕ドイツに行っていて、外国人留学生だけどもうずっとただだったっていうこととか含めて、あとは何ですかね、やっぱりそれとも局所的な政策の違いですよね。まあ、例えばね、大学の高等教育って話だけれど、はいはいはい、でも例えばその働き方とかもやっぱり日曜日普通に何でも休みなんですよね、うん、日本もそうですよ今。いや、日本はだってコンビニ、スーパー全部空いてる、デパート、あ、それ社会全体休みにしちゃうじゃないですか。社会全体休みにしていく。いやでも宗教すがりになってるじゃないですか。そう、ローテーションすれば全然いいじゃないですか。で、ローテーションは常にやっぱり消費をこう促進していくっていう社会の在り方自体が、いいじゃないですか別に。あ、でもそれに対する違和感がやっぱりヨーロッパってまだ残ってるんですよね、圧倒的に。いや、でも それってあれでしょ、なんか日曜日休めてキリスト教の教えに従ってるわけですよ、うん、あ、部分的にはそうですけど、でもやっぱそういう形で逆に日曜日が便利、そういうのが便利だよねっていうことへの違和感が残ってる社会と、とにかくそう、まあ、言ったらね、そんないつだって何でも来るし、ウーバー頼んだらすぐ来るのが便利っていう社会の価値観を、やっぱり私たちあまりに自明に日本も受け入れ始めてるんじゃないですか。でも土日を、月金働いてる人に土日を働かせるなら問題だと思いますよ、うんうん、はい、だけどそうです、まあ、ローテーションではないから全然合理的じゃないですか、うん、みんなでっていうふうに僕なんかはどっちかっていうと、それが今だって輸送とかも問題になってるわけじゃないですか。それも少し、また、ね、地球環境考えたらね、そんなに、まあ、地球環境考えたら全部悪いです多分。そう、やらなきゃやらないほどいいわけですよね。斉藤さんのはあれですね、過剰な消費とかもう含めて、ね、一回私やっぱり止まるためにどうですね、地球環境を ね考えたら、うん、多分輸送の問題とかってそれ労働環境の話ですよね。もうそうだし、でも別にそれを回し続けるようなシステムのあり方が地球環境も破壊してるわけですよね。まあヨーロッパでも大概破壊しちゃうと思うけど、いやどうなんですかね、それ人間が例えば土日を休むとか夜とかやらないっていうことで地球環境に優しくするっていう、そこまでやる必要あるんですか、うん、確かに7分の5にはなるけど僕はある
ていう派なんですよね、うん、結構根本的には。いや僕はそれに関してはそれってやっぱりね、人間自然じゃない、僕やっぱり自然に生きるべきだと思うので、うん、自然の人間っていうのは別にそんなことは望んでないと思うんですよね、うん、あ、僕は望んでると思うんですよ。で今の方が全然自然じゃないと思って。いやだって別にあの土日に店開いててほしいじゃないですか。それすごい自然な感情だと思うんですけど、で僕全然思わないですね、うん、これを一日やってきました。僕はどっちかというと近いっていう気がする、はいはい、だって合理性ないですよね別に土日その合理性っていうのが、でも24時間開けてることの合理性も全然ないと思うんですよ、ね、便利。あ、だからそれは一部の人にとってって話いや一部はほとんどの人便利だと思いますよね。便利だと喜ぶと思いますけど、ほとんどの人が内藤さんだからそうじゃない価値観があるということですよね、うん、そうそうそう、僕は全然それが便利だと思わないんで、そこで言われてる便利って何なんだろうなっていう感じ。そんなものは便利だと思ったこともないので。アイス食べたいとき食べられるみたいなことですよね。普通のアイスなんてそんな食べたいと思わない、うん、夜中に、うん、でもそれよく分かんないですよね。だから別にこういうのもとりあえず夜の10時ぐらいまで頼んどいて、あとは別になくなったらじゃあ終わったしじゃあねって言って、うん、ここからラーメン食べる必要とか全くないと思うし、アイスも食べなくても、食べたいんだったら最初から冷蔵庫に入れときゃいいわけです。うん、それ何なんですかね。僕は別にそのために2時にお店を開けてそこで働いてる人がいるっていうのは別に便利だと思わないんです。でもそれがいやいやとか強制労働だったら僕は問題だと思うんですよ。いやいや、だってそれじゃなきゃ生きていけないわけだ。だって自分絶対2時にそんなところでコンビニで働かないでしょ。いや割増知識があれば僕は働きますけどね、うん、でもそこで言われてる賃金の割増とかって我々が例えばもらってる賃金と全然なんかまあそういう歪みはありますよ。それはそれは僕は正直万歳みたいなことを言ってるわけじゃないんですけど、さっきも同じパターンの論争になったと思うんですけど、それは改善できるとかした方がいいに決まってるんですよ。そうどうかしたらいいですか。でもそのなんかそれが極端すぎるって、うん、っていう風に感じるっていうことです。いやでもその究極的にはそれって二酸化炭素が増えるからっていうそういうことなんですか。別になんかそういう生き方がそんなに自然だとも思わないっていうのはありますけどね、うんうんうん、でも極端にいっちゃうとでも自然じゃないからやっぱ地球環境も破壊してるんじゃないかなとか、うんうんうん、でもそれって突き詰めると人間がいなきゃいいっていう話になっちゃうから。いやでも人間減らせばいいと思うんですよ。人口減らすっていうことになんで言わないのかなっていう。減らせばいいじゃん。コントロールするってことですね。だってその時に言われてる減らされる人口絶対自分じゃないのに減らせって言ってることの。いやでも日本現に減ってるじゃないですか。あ、だから日本は減ってると思うんです、ね、だから別に減らせってあえて言う必要もないそうですよ、ね、かなっていうのはあります。多分ね絶対サチュレートするあこれ全然ものすごいちょっと全然違う話にしちゃうんですけど、例えば人口がこう増えていくとするじゃないですか。でこう増えたままそれ無限に上がるわけないからこうなるとするじゃないですか。で本当指数関数的なわけじゃないですか。こうほとんどいなくてこう自分ってそのうちのランダムな一人だとすると確率論的なもんだから、うん、どこにいるだろうかって言ったらこの今増えてるここにいるわけないんですよ。ここら辺にいるはずなんですよ。その、うん、でここほとんど0人0人1人1人で何億人何億人でずっと何億人いったらここら辺にいるはずで、うんうんうん、でも僕らここにいるわけだから、うん、こうのはずがないと絶滅するかもう一回戻ってくる。そしたらティピカルな人一人はもう今ちょうどこの増えてるところに行くはずだから、うん、多分俺落ち着くと思うんですよ。なんかこれやっぱちょっと異常ですよね。多分特別な時期でそのテクノロジーを進化してで実際先進国ってみんな減るの で、うん、で多かれ早かれ全部先進国になるから、まあ、ある意味で、うんうん、多分減ってくるんじゃないですか。何悪いって今おっしゃったけど、もう減るそれが減ってくると思う。100億、うんうん、たどり着いたら減ってくるでこう100億こうならないで多分減ってくるんだと。それはもう予測が出てるんだよ。でそれで一人一人の生活はどん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 豊かにしていくっていう感じが一番いいと思うんですよね、うん、数が増えすぎるのがともには良くない、うんうんでね、それを成田さんのこと言っちゃうとまた炎上して問題になるけど出生が自動的にコントロールされるってことでそうなるんだったら別に問題はないんじゃないですか、うん、でもう思うんだけどなんで人口減るのかって言ったら基本理性が勝つからじゃないですか。うん、で言えばそれで子供増えるのっていうのは理性がコントロールできないから増えちゃうわけで、うん、あれって別に増やそうと思って作ってるっていうよりはできちゃうっていうので基本的に子供ってできることの方が多いと思うんですけども。でもそういうことまで、はい、俺資本主義のメカニズムがうまく効いてるっていうのはすごいなと実は思ってて資本主義ちょっと来賛してるわけじゃないんですけど、だから要するに貧しい時はまあ働き手が必要で
成熟してくるとその子供を育てるコストが下がった。たまたまですよね、多分歴史の中でこんな状態で人類になってないから。そうそう、初めての段階だと思います。人口が減っていくっていう、ね、でももし歴史がこうなんだとしたら、はい、こういうこうじゃなくて、はい、こうなんだとしたらヘルスフェーズっていうのは絶対必ず初めてのはずなわけですよね、うん、そうですよね。だから別にそれだけ、だからその時に我々が今まで通り成長していくっていうことを考えるべきかっていうと、私はまあ違う形の成長なんだとは思います。そうそうそう、少なくとも経済の物質的な成長ってもう、うんうんうん、成長するなっていうのはちょっと違和感があって、なんつうか進歩するなって言われてるような気がして。いやいや、成長の定義をね、まあ変わるかもしれないですね。 それは別に全然反対しない。ただ僕にはまだ未だに見えてないですけど、あのただ僕ね、あの AI で何が起こるべきかって言ったら、うん、あのサプライチェーンの分断じゃないかと思っていて、うん、AI で、まあ、ホワイトカラーの労働力があのタダになると、事実上タダに近くなるで、その状態は、まあ、ある程度資源さえあれば、あの今みたいにグローバルなサプライチェーンをあの維持するっていうことの意味っていうのは実はなくって、うん、あの独自にあの資源があればね。で、あの少なくとも今みたいにその部品とかのサプライチェーンとかっていうのは全部自国で持っちゃうっていうことが、ある程度の大きさ の経済圏でできるはずなんですよ。でそうすると、あのそれでもいやいや今もね、あの中国 あのサプライチェーンとあの僕らのサプライチェーンって今すでに分断されようとしてるし、で AI 時代っていうのはあのそれでいいはず。なんでかって言ったらただだから、うんうんうん、あでもやっぱりあの実際ビジネスやられてる方はそういうセンスある。さっきちょうどその話してて、はい、TikTok って話してたから、うん、アメリカのセンスとあまりにも違うんでびっくりしたんですよ。日本人の感覚と向こうに住んでる感覚があまりにも違うのに、ビジネスやってる方はアメリカの方に近いんだなと思って。え、どういうこと？いや、中国と分断がやっぱり、シーンってあの、中国じゃないですか。TikTok も中国じゃないですか。アメリカで結構ものすごいそれをもう規制したりっていう、はい、日本の人って全くそのセンスがないと思ったら、でも、その今、ビジネスやってる方からそっちの方のセンス、中国と分断されてるんですよって聞いて、今まで全然感じなかったの、やっぱり。それはだって僕らも、あの、別にあのサーバーにね、うん、なんか、あの中国製とかって排除せざるを得なくなってるもん。アメリカ一般の人ももう感じ始めてるというか、影響が出始めてるというか、例えば僕らのレベルでも中国からのあれは非常に難しい、その最先端のところに、そうですね、でそれなんかもうあっという間ですよ、ものすごい早い。いやだから、ね、3,4 年ですよここ。いや日本のかなりの人って家電製品が今韓国に負けてるということを知らない人の方が多いと思うんですよ。だからそう不思議ですよねひどいですよ、ひどい音痴ですよ、うん、そうなんです。アメリカ人って世界のこと気にしないって、それ事実だと思うんですよ。中国と、え、ちょっと待って、日本って、はい、あの中国の首都とか、なんかそういうやつ確かにいろいろ事実なんですけど、はい、そういうのの感じ方はものすごい早い、その社会の変化の速さは、はい、まあいい悪い言ってんじゃないですよ、なんか違いとして、社会の変化の速さが、もう全然別世界なんです、中国に対する見方とかって。でもそれってやっぱりあの向こうの金融資本にマスメディアが支配されてるからじゃないですか、うん、あだから そのプログラムが効くってことでしょう。あまあ効いてるんでしょうね。で日本はそれが効いてないから、うん、操られてるってことでもあるまあまあ、まあ、それそうかもしれないです、うん、どう思います。まあその真ん中ぐらいがいいんだろうっていうのは多分最適解なんだろうですけど、どういうふうに思います。その日本はそういうのはあんまり一般の人は感じないし、未だにずっとシーンとか買ってるわけじゃないですか。強制労働とかもあるかもしれないし、しかも強制労働とかでもプロパガンダの面もあるわけじゃないですか。どっちがいいとか、どういうふうにすべきだっていうのは。え、日本ですか。日本とかとアメリカのその。あの日本って例えばあのロシアにあのへの制裁に参加してるじゃないですか、うん、でプーチンに無視されてるんですよね。あのどうせあそこはアメリカの衛星国だからしょうがないみたいな感じで、うん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 、でまあ、本当にバカなんだと思うんだけど、あのバカのふりをやってることによるメリットっていうのは日本ってすごく大きく受けていて、うん、要するに主体性がないと思われてるから、自立した国家なんかあの目指さなかったおかげで あまりそういうのに巻き込まれずに済んでるっていうのがありますよね。それはそうありますね。だから多分日本は多分これからアメリカから中国にね、もし覇権が移動するんだとしたら、まあ1回ぐらい戦争するかもしれないんだけど、大英帝国からアメリカに乗り換えたように多分すんなり中国に乗り換えるんじゃないですかね。うん、なんかそういうことがなんかうまくできそうな感じですね。あ、まあそういうふうにではありますよ。で、そうですよね、じゃあそれの派遣、もう少しいろいろ話してると聞きたいことどんどんあるんですけど、はい、その派遣の切り替えってそんなもん誰にも分かんないですよ。分かんないですけど、だから個人的に聞いてるわけなんですけど、はいはい、起こると思いますかっていうのはそれは分かんないけど、起こる可能性ってそれなりにあると思いますか。
あるんじゃないですか。あ、そう思います。1個 AI ですよね、うん、AI は本当に世の中変えるんで、うん、その時 の AI の社会実装という意味で、あの独裁国家の方がはるかに有利。なるほどなるほどなるほど。ちょっと夜も更けてきましたこれ、ね、明日車移動の時間も結構あるので、ぜひ続きやりましょ う。そう、覇権交代起きるかと、その後日本社会どうしていくのかと、うんうんうん、もう一回その過剰な成長が必要なのかって、もう一回ちゃんと、斉藤さん普段脱成長のために11時ぐらい寝ちゃうんで、もうすげえ眠りますよ脱成長のためすいません、お待たせいただきました。めちゃくちゃうまいな、おい。こっち側、ぜひ飲んでください。乗ってこっちに向かい、これめちゃくちゃうまい。めっちゃいいな、なんか船が出てるのも。めっちゃすごい。すごいね、これほら。絶景だ。最高っすね、これ。ここでしょ。これ、おお、アジサイがもう、確かに早速咲いてますね。いや、こんなにたくさんのアジサイに囲まれたのは生まれて初めてですよ。あ、いいですよ。教授が自撮りしますよ。これで聞くことにしよう。いや、めっちゃいい写真じゃない。埋もれる感じで。めっちゃ指入ってるけど、まあそれはそれでいいか。どうぞ、資本家どうぞ。変わって、変わったないじゃん、最近。これめちゃくちゃ人多くね、これ。自分で考えるためにも、まあそういう意味でこう学びで政治家のイメージっていうのは悪くなってます、うん、皆さんご清聴ありがとうございました。ついに本当に最後が、そう言われると悲しくなってきた。それと寂しいですよね。じゃあ、お疲れ様です。ありがとうございました。高校のお疲れ様でした。これ、美味しそう。うん、しみる。おいしい。うん、美味しい。いただきましょうか。夢にまで出ていたラーメンが。いいですか。ツーアンやばい。リハックではですね、サブスクのまったりリハックという、サイトもやっております。こちらはですね、無題とか、リハックスとか、経済の森の、楽屋トークとか、アフタートークみたいなのも、たまにちょこちょこ配信したりしてます。なんか本部だけなんかちょこっとした話を、したり、意外にそこが面白かったりしてます。あと、生配信とかですね、たまにやったりしてますんで、皆さんとライブにやりしながら、お話を聞いていただくと、私、非常に楽しみにさせていただいております。本当にまあ、全然登録しなくても大丈夫ですし、ちらっと登録してみた方は、登録してください。引き続きよろしくお願いします。